若い人たちの普段とは明らかに違う頑張っている姿もあれば失敗しているところもありますよね甘いところは甘いなと思うこともあると思いますけどこれから指導者として皆さんを導いていかなくちゃいけないお立場ですからぜひ一回は見られたほがいいと思います東大雄で戦片川龍今日はですねご多忙の中私は出演してないんですけどジャン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  文楽の若手がこれ<ー>今日ね、えー、この国立文楽堂で企画しましたこの公演今日わざわざ会長様にはご束の中ご来場賜ったそうではい。 あの、はい、以前に、えー、東大さんからご紹介いただいた人形図会の吉田玉翔さんからぜひっていうことで、うん、だいぶ前からあのー、予定を開けておいていただければっていうことであの伺いましたけれどもそうですねもう今回はあれでしょうか能楽堂で足元はいつも見えない人形,、うん人形 使いの,、うん、あの腰から下です、ね、こう見てましたけれどもまあ,あのおそらくあの人形使いの人たちってもちろん手で動かすんでしょうけど多分一番重要なのは僕は下半身じゃないかなって。 て今日初めてあの前から何となく思ってたんですけどおそらく下半身とか足の動きっていうのでかなり柔らかさとかこういろんなものが多分表現、うん、上の手だけでは出てこないなんて言うんですかね,すね、うん、があのそれがすごくあの目の当たりというかしたということとあとはやっぱり何でしょうその 絶対に本公演では当たらないその太夫とその三味線でもまあ要するにザトップ・ザ・トップの,あの太夫と全然まだ若くてそんな絶対この人の横で弾くなんてありえないみたいなねえ僕の話を聞いてくださいっていうその3人ぐらいの選抜で出てきた人たちが10年クラスが2人と2年クラスですか。 まあ、あのー、でも、あの気持ちというか、いや、あれはね、僕ね、でまあ、誰が始めて、どのぐらいの回数なんか分かりませんが、あれはすごくね、うん、あのた普段の稽古をするにおいても、あれを、えっと、経験させてもらうと、そのあとからの稽古の仕方が多分変わるような気がしますね、あれ。やっぱり稽古は稽古でやるんですけど、稽古でやっぱり、相手って。うん 本物ですよ、本物の横で三味線引くって、まあ、もっと先でないとないのに、とか、あとは、その人形使いにしても、うんいや、そういう組み合わせでは絶対ないっていう、うん、まあ、だから本物に触れるっていう意味においては、私も若い頃、やっぱり本物の、やっぱり大人の人との中で出会った、まあ、あの出来事、チャンスっていうので、やっぱりそっからなんか分かりませんけど、 うんただ勉強だけじゃなくてそういう本物を見たっていうだから多分あれ若い3人の人たちすご,すごいと思うもうあのこれからぐぐっと多分また上がってくるんじゃないかなって。 そんな気がしましまたけどあのこれから多分指導者にもなられてる5年齢もあるので、うん、若い人たちの様子とか三味線太夫人形遣いの子たちの普段とは明らかに違うなんていうのが頑張ってる姿もあれば、うん、まあ失敗してるとこもありますよね甘いとこは甘いなと思うこともあると思いますけど、うん、まあこれから多分指導者として皆さんを導いていかなくちゃいけないお立場ですから是非一回は見られた方がいいと思います。 いやーあの本、ー、当若い人たちの何でしょうもう緊張というか多分あれもういや懐かしいなーと思って僕も若い頃、ねうん、はいあれは結局そうですね玉城さんが、えー、まず中心になってこれ企画あそうなんですかそう,そうなんですよであとはその「僕の話を聞いてくださいだ」だい大体これ <laughs> 若手のどんなところに興味を持たれましたですか「僕の話を聞いてください」 まず、えっと、若手の彼ら3人がああいうところに呼ばれてしゃべることはおそらく今までかつて一度もないはずです彼らはそらく。だから初めの質問は皆さんも何でしょうか。まあ、言葉になって でないいと言いますかあの、まあ、慣れてないからまた初々しさがあり、まあ、それが、まあえー、といくつか質問をしていく中であとは聞き手の産経新聞の女性の方からのこう具体的なこう投げかけによって少しずつ柔らかくなって、えー、具体的にこうだとかああだとかっていうことを言い出したのでまああれですよ あのー、簡単に言うならばあ結婚式の、えー、と披露宴で友達代表ではなく来賓で、えー、と挨拶をしなさいって言われてるようなってありえないじゃないですか彼らの年齢でま、うん、ずは。っていう感じで浮くならば本当に全く慣れてない、あのー、来賓の挨拶が始め始まりでも少しずつこう投げかけによって彼らの今まあ 言言語語化化でききないものが言語化して出てきて出るってあれも彼らにとってはすごく勉強に僕はなる。なぜならば演者だから演じることが自分たちの多分仕事だと思ってるんだけどそれをああいう皆さんのたくさんの文楽を愛するいわゆる愛好家ですよね、まあ、愛好家っていうか下手すると敵にもなっちゃうわけですよね下手くそだと。もうあいつダメだって言われちゃうわけだからそういう前で演じるだけじゃなくって そういう方たちにどういうふうにしたらあの言葉というか言語で伝わるかっていうのもあれも結構私は勉強だとは思いあの勉強になったと思いますけどね、うん、多分ほとんど経験では回ってこないじゃないですかあの辺だとそうですね。そうで,すねでも本当にあに能楽堂のあの上で文楽っていうのは何とも新鮮というか、うん、ま音が違いますね。の声も違うし、うん お三味線の音も違うし、あとは足が、えっと、下駄履きませんので、あのー、足の裏で。音を出すわけですよね。要するに。あ、そうそうそう、あの、あのおもいじゃなくて、足遣いがそうなんです。え、ふぐです、ね。あ、そこは、<で>の舞台はね、下は亀が、あ、って、そういう。あ、響きが良くなってますから。はい。あ、とはやっぱり、あの、正気っていうんですか。カタ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 って、あの。これ、あるじゃないですか。はい。あれがね、思った以上に、あ、いい音。 木とか、こう付け打ちとかね。あれはね、すごいね、あの。ああいう文楽、あの、国立とかで聞く音とは、また全然。ちょっと違う音でしたね。国立の音楽と素晴らしいですから、音響が。一度だけしか出たことないですけど気持ちよかった最高に。はせがかりから、こうやって、こ出てたんですけどね。もう気持ち、もう最高ですわ。めちゃくちゃすごい能楽師になったら、気になってね。出る。 長い長い鉢がかり、あれ世界で一番長いと思いますよ。国立農学堂の鉢がかり。もうどうですか長さはそれぞれみんな違いますよ。農学堂の奥さんによって舞台の奥さんもみんな違いますよ。舞台の奥さんもみんなみんな違います。それぞれ。確かにあれ橋がかり。あれ長いかな大きいですよ。えらい時間かかるかななかなか届かないです。届かないよね。いや、でもあれ、最高気持ちいいですよ。 ど,どこからでも気持ちいい音響が出ますわあそこの能楽堂。最高ですあそこもよく昔から若い頃から辻人の会行ってよくね能楽、はい、堂を借りてやらせてもらったりしてたんですよ。今でもよくやりますけど、はあうん、そうするとやっぱり響きが違う。特に、まあ、国立能楽堂はもう最高ですね。まああのー、見られてない方もぜひこれ1年に1回1日だけの2時間。 なので次回はぜひ東京でった時はあの見られてない方はぜひ見てくださいはいありがとうございますいや今日本当にお忙しい中ねありがとうございます高感極いただきましていやいやありがとうございます東大ゆで浅川ゆ文化なくして経済なし今日いいねいやありがとうございましたいつもお忙しい中ありがとうございます今日も最後までご覧たまわりまして誠にありがとうございます。 私の大好きな大阪は天王寺にございます茶臼山公園に参っております素晴らしい秋の夕暮れでございますこれからも面白い企画満載でございますチャンネル登録の上高評価ボタンどうぞよろしくお願い申し上げます